笑っていいと思う。どうも、クジャク団です。ということで、94人目のゲストです。すいません、自己紹介お願いします。リナです。よろしくお願いします。何されてる方なんですか、リナさんは。いろいろやってますね、はい、フリーでモデル活動してて。モデル、うん、何のモデルですか。何のなんで切れてるの。なんで切れたの。変な質問したね、今。なんのって急に切れてる。フリーのモデル、撮影会のモデルとか、あとなんか個人で受けてたり、はい、撮影会とか、なんかその変なおっさんやが集めて金もらって撮るやつですか。要はあるじゃないですか。あでも結構皆さんなんか、なんだろう、プロってる。プロってる、ちゃんとカメラあるし、あとキャンギャルとか、キャンペーン、あ、車の横に。あ、やってるんですか。とテキーラがある。テキーラが、それは何をするんですか。テキーラを砂漠。どういうことですか。ガールズバーってことですか。いや、で、なんかイベントで、あのテキーラを一杯500円ぐらいかな、普通の値段で。そうです、はい、を、あのみんなにこう説明下手やな。全然わからない。何を言ってんの。え、なんかのイベントで人がいっぱいいる中でこうテキーラ配ってますか。イベントコンパニオンみたいな感じですか。え、そうなんですか。違うんかい。わかんない。どうやって言ってんの。わかんない。待って、俺らもっとわからんわ。わかんない。何もわからんかった。今いろいろ聞いたけど、酒売ってて、何写真撮られてる人もわからんかった。写真を、それは写真集とかじゃなく、はい、うん、個人でお金払って撮りたいっていう人を集めて。あ、それもあります、それもあります。どうやって集めるんですか。普通になんか募集するんでしょ。普通に来ます、あの DM とか。ちょっと入れ墨って見せてもらってもいいですか。全然いいです。どうやって、これってどうしましょう。一個一個やっぱ意味あるんですか。一個一個意味聞きたいな。これ凡人じゃないですか、みんな。そうです、ちょっとだけ立ってもらっていいですか。いいですか。でもあんまりなんか完成させてないんで。完成してないですか。完成してない。もう色入ってないし。あ、そういうことか。え、これまだ完成じゃないですか。これまだ色入れないといけないんですか。何の色入れるんですか。桜色。なんか意味があるんですか、これは。ちなみに文字は、あの犬年。犬年なの。おいくつですか。28です。一回り違いますよ、じゃあ僕らと。あ、こいつ犬年なんで。僕犬。おー、すごい。僕82年なんで。94年です。いや、わかるよ、わかるよ、言わんでもわかるよ。座っちゃった。あ、いやいや、全然。お腹とかも見せてもらって。お腹が、なんか、ここも痛すぎてやめたんですか。痛くてやめた。痛い。お腹ダメでした、私も。すごいな。あ、これはなんか文字書いて、なんで書いてあるの。これ、ノーペイン、ノーゲイン。何を言うてんすか、それ。どういう意味ですか。どういう意味ですか。なんだっけ、はい、痛みなくして、なんとか得るものが。痛みあるからやめたよ、もう。じゃあ矛盾してるやんか。意味あるって言って意味忘れてるじゃないですか。で、痛みなくしてとか言って、痛いからやめたい。痛み、え、はい、痛みなんとかです。調べてください。自分が言うのか。なんで調べない。背負ってるもんの意味が分かんない。あの人のお腹なんて書いてるからって入れすぎて分かんないんですよ。他にも、手も入ってるんだ。ここら辺なんかビダロカの、ビダロカ、ビダロカシャンプーですか、それ。それビダルサソン。ビダルサソンか。ビダルカっていうのはどういう。ビダロカも、はい、ちょっと意味調べてください。ほんまに、え、ほんまに寝たら忘れる子や。え、最初入れるときは意味分かってて入れない。あ、そうです、そうです、そうです。ほんで忘れてるぞ。取れもう、見せてこい、女の。覚えてないや、ここも覚えてここもよろ、うん、なんか、よろ、え、そう、よろしく、よろしく、いや、なんかの、なんかの略語なんですよ。はい。いや、言えへんねんで、もうこうやってくれてない。よろ、よろ、なんかの略語。なんかの略語だよ。ふざけてるやん。よろしくってこと。いや、違う、違う、なんかの略語。言えないでしょ。これは完全に失敗です。これは、右指は。ちゃんと意味あるんですか。なんか教えてください。え、こうやるとインスタ映えなの。あ、そうや、もう絶対アホや。え、めっちゃアホや。いや、掘りすぎて。泣いてるとこ、泣いてるとこ。90何人出たけど、一番アホや。え、こんなするために入れた。アホや。入れたいものがないけど、すっごいもう入れたいみたいな。それは何が、何で入れたくなるんですか、その。その痛みが欲しい。どういうこと。めちゃくちゃ変なことハリ中毒なんだと思います。もうツツツツってやってるのが気持ちいい。だからその、あ、じゃあもう文字、意味とか関係ないんや、もう。関係ない。快感なんや。性的興奮ってこと。性的でもないけど、なんかもうそれが気持ちいいんですよ。じゃあもう全身入れるしかないやん、ずっと。でも最近痛いの嫌で。痛いの嫌。もうどっちややこしい。
なんか和歌山とかに行った時も、はい、そのえ和歌山で掘るのもいいなってなって、うん、その日に掘れる掘り師さん探して、うん、和歌山は何しに行ったのか、ちなみに何しに旅行旅行で行って入れたいなと思って、そうです、友達とかどうした掘ったらかしちょっと入れてくるわみたいな、そうそうそう、一人で一人で行ったら、うん、友達もおらんし、ドライブやし、アホやし、もう末期やん。これ、結局、全身、まあ、いろいろ入って、いくらぐらい変わってるんですか、値段。いや、私、そこまで多分かかってないです、人より。え、どういうこと？いくらか言えやろ、もう、おっとしな。多分、2、30万ぐらいし。どこでそんな、そう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 、友達、まあ、環境で、なんでそんなの？環境ですね、環境とか。周りの友達が入れずに入れたりするんや、やっぱり。いや、私が一番先です。お前かい。いや、ほんと誰よりも一番先に、自分の周り誰よりも一番先に一番になりたくて、うん、で、入れ爪も一番先に入れて、え、なんで入れようと思う？そう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 、これ、一発で中学生ぐらいから、うん、すっごいあのタトゥー本とか、あれとかがすごい見るの好きで、はい、本屋にずっとなんか立ち読みするぐらい、もう 1,2 時間ずっと見てる。見かけちゃんと一緒やん、一緒のこと言うてんな、一緒のこと言うてんな、入れたくてっていうさ、そうです、もうなんか芸術みたいな。あで、なんかこうその彫ったものと一緒になんか死ねることって幸せなんじゃない？死ねる？だから最後まで、最後まで焼かれる時も一緒じゃんみたいな。あー、でもピエンは消した方がいいと思うけど。じゃあ今そのモデルだけで職業っていうか。いや、そうですね、整形し、なんか何やってんだろう自分。何でもやってるんですか？何でもやってる。撮影は撮影系とか、はい、あとイベントがあるもん、なんかいろいろなんかやりすぎて分かんない。でもそっち系ばっかさ、その出る側というか、出る側ですね。プライベートはどうなんですか？彼氏とかおられるんですか？彼氏いないです。え、どれぐらいいないですか？半年ぐらい日や、日や、1日2日とかじゃん、3日前はいた。なんで半年前で別れたんですか？振られたんですか？その半年前は普通に別れました。自然消滅というか、自然消滅、はい、じゃ自然消滅で、今はどうなんですか？欲しいですか？新しい。いや、欲しいと思って、この間占いしたんですよ。はい。そしたら2ヶ月以内に、はい、なんか現れるよっていう。占いしたらいつですか？この間です。この間いつ？多分先週。でもあと1ヶ月と3週ぐらいの間に出会う。いや、出会ってんの？どっちともやってんの？出会う、うん、あ、そこ聞いてないや。なんだ、もう、要は。だそれも分かる。俺らの身長が高くて白肌で、おうおう、俺か、田中やな、年上で経営系の人、経営系って何？経営してる感じの人、あ、経営、田中や、俺や、違いますね。なんでだよ。1ミリも見てくれ。え、身長も見えんかったの？身長67あります。でかいな、そうなんです、女性で、ね、田中さん78ぐらいあるんで、ちょうどいいですね。色白で、はい、年上で、会社経営の、もう経営みたいなもんじゃん、芸人やから、もう自分個人、そうそう、個人の、個人会社かもしれない。なんでな、何が、え、ちなみに何が嫌なのか、田中さん、顔が嫌とか、もう正直全然、顔、何にも言い返せない、直しようもない、親おんねん、俺も親いる、何が嫌な顔、可愛いよ、メガネ、ああ、眼鏡取ったとこ見せたら。髪型怖っ、顔怖っ、人相悪い、タンポポのあの人に似てますよね。あー、髪型なんかでも別に、そうそう、変えたら、そうそう、帽子で芸人やし、やってるだけで、どうテータイ、コリナ、え、無理、リナ、テータイ、どんな人がタイプなんですか、じゃあ。え、でもドリブやから結構押しに弱いでしょ。押しに弱いです。俺が押したら無理？無理です。なんでなの、生理的なやつや、無理やと思う、生理的なやつや、俺も無理やもん。俺もお前は、俺のおかんも無理言うてる、違う、田中君は無理やろ。やっぱほらドイツの方がいいの、相手は S っぽい。いや、 S 嫌いです。あなた、お前も無理や、お前も無理や、僕鬼 S なんで。え、怖い、そういう人。あ、何が怖いの？怖い。え、違います、セックスする時だけでしょ。なん、どういうこと？ S なの、普段は。え、普段ってどう、普段もこんな感じでしょ。まあちょっと S 系ある、言葉遣い悪かったり、なんか、はい、あれがいい、一番がいいから、うん、
何を作ったの？尻に敷かれる。何が離れた今。分からん。尻に敷かれる。誰がこれは何？これは私。で、これがお尻。これが男の人。ああ。俺めっちゃ敷かれる。あ、そういうことか。一番にしてあのお姫様みたいな。あ、そうです。俺するする。めちゃくちゃ面倒。だからなんか迎えに来いって言ったら今すぐ迎え。あ、行くタイプ。めっちゃ行く。ほんまに行く。これマジで。もうすぐバイクで行く。これマジで。車がいいな。ああ。まあ、顔が無理やじゃん。どの道落選してんねん、最初の段階で。俺の親戚のおばちゃんもお前無理やん。あの子顔は嫌やん。ええねん、私。タイプはどんなんすか？お尻。タイプは最近でも格闘技ハマってるんで、格闘技系の人がいい。ああ、この間の展開時の人がいい。あの、飯田さんかっこいい。飯田さん。ブレイキングダウンの。この間の展開時武道会ではいました。あーでもだ あんまりこう人把握してなくて、はあ、なんとなく自分に必死やもん。あれ結構みんな自分のことが必死やもん。なんとなくいいけん、この人良かったなみたいな。あー、まあ、でも正直誰が良かったですか？まあ誰が良かったですか？いやおらんのかい。なんか人に言えちょっと お酒も飲まれるんですか？結構。あ、めっちゃ飲みます。あ、めっちゃ。どれぐらい飲むんですか？ちょっとどれぐらい言ってんのよ。めっちゃ飲むよ。日によって違いますよね。だいたい毎日飲むとか。毎日は飲まないです、さすがに。飲むときはどれぐらい飲むんですか？飲むときはでも本当にあのテキーラドルやってるので、はい、テキーラを夜から朝まで飲んで、ずっと。いける？この間も行けました。すごっ。行けたけどもうなんか3日酔いぐらいですね、うん、3日酔い初めて聞いたけど初めて見ました。3日酔いしました。普段は飲まないですか？その家で晩酌で。家では飲まないです。どこで飲むね。確か外。あ、外路上で。じゃあホームレスや。イベントとかね。ホームレスや。あ、イベント。仕事でってこと。あ、仕事でも飲みます。プライベートで飲むのは、まあ、友達と居酒屋行った時ぐらい、はい、友達いないんじゃないですか？いる。言うてたよ。居酒屋どれぐらい飲むんですか？じゃあそこまで飲まないですよ。ビール。どっちかに強いんか弱いの。ビールとビールぐらいですか？ビール一杯で。一杯じゃないです。どれぐらいの？どんくらいの？もうええわもう全部覚えてへんねん。もういつも基本なんか酔っ払って記憶すぐなくなるんで。弱いじゃないかよな。ほな弱いじゃないか。え、もしかして弱男じゃないの？あれないの？起きた時後ろ男の家。あ、それはないです。あ、そっちは。そういうのは結構ないし、ね、ちゃんとしてるな。女性あんま聞かないですよね。固めますもん、周りは。あ、ちゃんとね。安心した状態で記憶飛ばしてるってことね。あ、そうです。弱いやないかい、もうそれはもう。結構、なんか言い寄られたら、あ、いいかなって思っちゃう。あ、なんない、なんない。あ、なんない。なんないから困ってます。どういうこと？自分から行くタイプなんや、じゃあ。え、行かない。いいなって思う人。どうやって一生無理やん、行かない。なんかもう、遮断しちゃうんですよ、私。言い寄られても。はい。まあ、無理やん。いいなって思う人から来ても。でも遮断、なんか遮断か、あのこう、付き合わずに、はい、あだこうだこう、友達関係続いて遮断。ほな、もう無理じゃない。どうやって今までそういう、そう、仲良くなったり付き合ったりしたの？そう。え、それは、でも向こうからぐいぐい来てくる。でも遮断する。そう、遮断する言ってた。遮断する暇ないくらい。なんや、それ、ストーカーってこと？いや、違う。ずっと言い寄ってきたんや。好きや、好きや、みたいな。いや、ブロックするやん、鬱陶しなくて。例えば。ラインとか。いや、私ブロックできないんですよ。無視とかするには既読するとか、例えば。あ、やってもなんかこう来てくれたり。あ、まだ来るのか。玉川を例えばそんなに来たら、もしかしたら警察行くやろ、一番にも。一パーでも可能性ある。身の危険を感じましたよね、警察。分からんじゃないの。行ける可能性あるじゃない。まあ、でもまあ、そうだ、遮断する前シーン。そう、その前にバンバン行ったら行ける可能性ある。俺が間に。ないわあるわけないやろ、お前みたいなやつ。もうちょっと遊びくれやん。キンタマみたいな顔して。もうちょっと時間くれ。無理や、お前は。一応ね、あのなんかもしよろしければ告知とかあれば、なんかインスタとか全然見てください。インスタ見てほしいです。インスタなんてやったら出てくるんですか？なんか貼っときますか？あー、そうですね。インスタぐらいですか、今宣伝するようなもん。インスタ主で、あとツイッター始めました。最近始めた。最近始めた。遅っ。あー、そう、フォローしたもん。あ、そうです、そうです。インスタとツイッターぐらいですか、今。そうですね。あと YouTube か。 YouTube は最近ちょっと更新止まってます、はい、YouTube もやりだしたんですか？ YouTube やり始めました。おー、大変でしょ。もうなかなかね。飽きちゃった。
バケット、自分で精一杯で。ああ、じゃあ編集は誰がされてるんですか？YouTube やってた、自分でやってて、やってもらったの。どういった動画上げてるんですか YouTube？ ちなみになんだっけ、この間はでも西成行ったやつ上げました、大阪の。そうなんや。そうです、兵庫で撮影あって。すごいやん。ついでに行こうか。ないその撮影早く終わったんで、その帰りにあの西成行ってみたいな。どうでした、再生行くもんすか？いや、見てないですよ。何してんの全然興味ない。もう宣伝もそんな。え、ちなみにさ、リナちゃんはどうやって今まで仕事もらってたの？インスタだけ？インスタでメッセージくるとか。そう、どうやって？ツイッターやりたてで。事務所とか入ってる。ツイッターちょっと信用できないんですよ。なんで？なんか怖くないですか、ツイッター。わからんけど、すごいんですよ、私の。あー、DM が？ DM が。あー、そうか、女性やしね、すごいんですよ、なんか。え、面白かったです、会ってくださいの後に、あの、お願いします、会ってくださいみたいな、全部そういうのは仕方してるんですけど、その後に、いきなり加えろみたいな感じで来たり。何がおもろい何がおもろい、全然笑ってる。なんかめっちゃドSだったみたいな。まあ、それは彼氏も、もう無視、怖いよね、よくわからんもんね。無視してるけど、はい、なんか、ツイッター怖いから、ツイッターからは仕事受けてないです。インスタから、じゃあもしこれ見てて、インスタから使いたいって人は、はい、事務所とか入られて個人でやってる。フリーで。ああ、騙されたりないですか？そんな。大丈夫？ないですね。ないですね。自分で確認して、ね、いけ、ちゃんとやり取りしてみたいな。ですね。行ったら AV やったみたいなもんないの？なんか。あ、ないですね。あ、ギャラ交渉も自分で。自分でやります。言いにくくないの？もうちょっとくれとか。少ないなと思うよ。もうでも関係なくもう。うん、もう何でもとりあえず出るみたいな。少なかったらやめればいい話なんで。ああ、継続しへんかったらいいよ。ものによるというか。そうですね。じゃあもしね、これ見てる方全然お仕事の依頼あれば、ね、もう基本撮影だけじゃお触りなしですよね。なしです。え、一応どこまで脱げるんですか？パンツとブラはつけるみたいな。それはまあ局部は確保する。あ、そうですね。あ、そう。でもこの間は手ブラの撮影しました。あ、これで。でもちゃんとしたスタジオだよ。ああ、やらしい。ちゃんとこうやってみたいな。それ僕見たいですけど、インスタ見たら見れます。あ、見れます、見れます。じゃあもしね、いいなと思うと見ていただいて。お願いします。はい。